SK グループは石油生成業や通信事業を軸とする韓国の財閥である。韓国4大財閥の第3位。日本統治時代の織物、繊維会社、宣教織物株式会社をルーツに持ち、70年代以降は数々の買収を経て石油化学、半導体、通信、建設などの分野を主に扱う。1939年。 朝鮮総督府時代の軽気道の水原市で日本資本として創業して織物を内地から輸入し満州に織物輸出を行っていた千万中丼と日本の京都織物が合弁で作った選挙織物株式会社に橋を発する。日本の第二次世界大戦敗戦による日本人経営者の内地引き上げと現地残留資産の放棄後、 朝鮮戦争を経た1953年、戦況織物の製造部長だった最小剣が、設立間もない大韓民国政府より、工場設備一切の払い下げを受け、1956年に法人化した。その後は、宝石、繊維業に事業の主力を置くが、1973年に戦況床を設立し石油生成に進出。同年に、 最小権が死去すると、実定、最小権がグループを引き継ぎ、重科学工業部門や建設、さらには、ウォーカーヒルのホテルカジノ運営に進出し、1976年には、本体の繊維部門が、総合商社となって選挙と解消した。1980年に、国営企業の大関石油公社の払い下げを受け、その後得た。 資金力で1994年には同じく国営の韓国移動通信の払い下げを受けて SK テレコムに解消。同社を韓国の携帯電話業界の最大手にまで成長させ、石油部門と並ぶグループの事業の柱を形成した。1998年にはそれまでのグループの英語名であったサンクヤングがあまり英語話者に馴染みにくいことと、 サンク・ヤングとも読み取られる語呂の悪さから企業名変更に着手。現在の社名となり、系列会社の名前も SK の名に改められる。一方で、韓国通貨危機器にあたっては、複雑な支配構造となっていた循環出資を2年間かけて整理し、2007年7月に持ち株会社へと移行した。2012年に半導体製造会社、ハイニックス半導体を買収し、 SK ハイニックスとした。2015年には韓国の産業用ガスメーカーの OC マテリアルズを約510億円で買収した。2019年には母体事業である石油科学事業が石油を必要としない電気自動車の台頭で揺らいでいる。SK グループ系列の科学メーカーである SKC は2019年8月主力の科学部門を分離して SKCPIC を立ち上げた後、この会社の株式49%を売却して、電気自動車バッテリーの革新素材メーカーの KCFT を買収するという科学部門を売却した資金でバッテリー事業に乗り出す路線を発表した。別の系列会社である SK 総合科学も新たな収益事業を探るために、同月15日にフランスの石油科学、 メーカーアルケマの高性能ポリマー事業を3億3500万ユーロで買収した。SK グループの関係者は、生油価格事業がグループ全体の営業利益に占める割合は、一時は30から40%以上だったが、今では一桁台と明らかにした。旧社名は、選挙ジャパン。東京に、本社、大阪、福岡、札幌に支店があった。現在は、 SK グループジャパンとして、東京に、本社、大阪に支店がある。世界のグラップ部ベースオイル市場において、SK ルブリカンツは、世界一の供給者となっている。北米におけるグラップ部ベースオイル市場では、石油7大メジャー、米子ノコフィリップス社から、分離、独立した、フィリップス66と並ぶ、採用手の一つである。のグラップ部を、 北米市場に供給しているだけで、製造自体は行っていない、運営企業の SK スポーツにより、サッカーバスケットボール、ハンドボール、エレクトロニック、スポーツなどのプロスポーツチームが運営されている。s k ワイバーンズは2021年3月、新世界グループに売却し SSG ランダースとなった。逆調要項訴訟、日本企業は戦前に、 韓国で残した資産を取り戻せるか。m&a オンライン https コロンスラッシュスラッシュ m a o l i n e j p スラッシュアーティクルズスラッシュキャンジャパニーズリカバーアセッツレフトインコリア。ビフォー n Korea b e w w に20800語ハット abcd 朝鮮日報朝鮮日報日本語版サムスンのスマホ6000万台中国に生産を引き渡す www.chosunline.com2019 年11月2日閲覧ルクの良い系列内での株式持ち合いのこと少ない原資で支配権を維持できる今日の歴史連合ニュース2009年2月22日玉木直次韓国で大統領特赦財閥総帥は SK 会長だけ経済活性化と公約遵守の バランスで判断か日本ビジネスプレス。http コロンスラッシュスラッシュ jbpress.ismedia.jp スラッシュアーティクルズスラッシュスラッシュ445362015年8月17日閲覧。<ics> <athletes> <ideas> ラオスダム決壊、4日前から長考、韓国職員53人は、避難したが、中央日報日本語版。 http://japanese.jons.com スラッシュアーティクルスラッシュ486スラッシュ 243486.html2018 年8月15日閲覧。韓国企業が施行したラオスのダムが決壊、6つの村で洪水、数百人が行方不明。中央日報日本語版。 http://japanese.joins.com コロンススラッシュスラッッシシュュジスラッシュアーティクルスラッシュ458スラッシュ 243458.html2018 年8月15日閲覧ありがとうございます